ジョン・モルガン、ジョン・ピア・ポント・モルガン、ジョン・ピア・ポント・モーガン、1837年4月17日から1913年3月31日は、アメリカの五大財閥の一つである、モルガン財閥の創始者である。ゲッティンゲン大学を卒業後、ロンドンで父が起こした JS ・モルガンカンパニーを受け継ぎ、19世紀末には、世界最大の銀行家となった。 その豊富な資金力を活かして多くの鉄道を経営、統合し、US スチールも設立した。19世紀末にアメリカ最大の財閥の一つとなった。海運、電力、通信事業にも進出した。彼は巨大な芸術品コレクションをニューヨークのメトロポリタン美術館とコネチカット州ハートフォードのに移動した。1913年にイタリアのローマで死去。 75歳であった。モルガンは中世米国政公会のメンバーであった。1890年までは指導的立場でもあった。彼の財産とビジネスは息子の通称ジャックに引き継がれた。ジャックは戦艦機に金融スキャンダルの中心人物であった。ペコラ委員会はジャックのインサイダー取引を暴き、内委員会1936年は ジャックラが米国を第一次世界大戦に参戦させた、死の商人であると急断した。モルガン家は、ロスチャイルド、ロックフェラー、チャーチル、アベレル・ハリマンダと刑罰を作っている。彼らとは、生前からビジネスで協力する関係にあったと見られる。1913年の連邦準備制度の設立にも、積極的かつ組織的に関与したものと考えられる。外交官のジョセフ・グルーも、 家族関係である。CIA の前身である、オースには、モルガン家が在籍した。ジョンの会社 JP モルガンは、ラモントの時に、関東大震災復興資金の手段を代表した。こうしてモルガンは、日本の政治経済に浅からぬ影響を残した。ジョン・ピア・ポント・モルガンは、コネチカット州ハートフォードで生まれた。父は、マサチューセッツ州。 ホールヨーク出身の銀行家ジュニアス・スペンサー・モルガン。1814年から1891年。母は、教会の牧師の娘だったジュリエット・ピアポント。1816年から1884年。は、源流のウィリアムが名家と隕石関係にある。ピアポントは、父、ジュニアスにより手術の教育を授けられ、1848年秋。 ハートフォードパブリックスクールに転化した後、チェシャの英国国教会アカデミー、現、チェシャアカデミーに、主席で進学。1851年9月には、キャリアとなるために、有効な数学に秀でているへ入学した。1852年9月、リュマチ熱に罹患し、歩けないほどになった。ジューニアスはすぐに船を手配し、モルガンを、 ポルトガル北部のアゾレス諸島に転移療養させた。約1年後に回復し、投資信託のメッカであるボストンに戻って、勉学を続けた。ハイスクール卒業後、ジューニアスにより、スイスのベベイ近くにある学校に進学した。流暢なフランス語を取得後、今度はドイツ語取得のために、ゲッティンゲン大学に進学した。6ヶ月である程度のレベルに達し、 芸術の歴史もかじったアトビー・スバーデン経由で、ロンドンに戻り、学業を終了した。こうして、欧州金融界と話せるようになった。1857年、モルガンは、父の経営する銀行のロンドン支店に入社。翌年、ニューヨークに移り、ジョージ・ピー・ボディカンパニーのアメリカ代理店である、ダンカン・シェアマンパニーに勤務、ジョージ・ピー・ボディを参照。 1860年、JP モルガンカンパニーを設立し、父の会社のニューヨーク代理店のエージェントの役割を果たした。南北戦争時の翌年、モルガンは旧式のライフルを1兆3.5ドルで購入し、改良した後に22ドルで北軍に売却して、スキャンダルになった。ハートフォードパブリックスクールの教師を人脈に持っていた、モルガンは、 教師の親戚サイモン・スチーブンスを代理人に立てて、ライフル購入資金を貸し付けていた。モルガン自身は他の富裕層同様、1000ドルを代理人に支払うことで、兵役を免れていた。1864年、ダブニー・モルガンカンパニーを作った。1871年、フィラデルフィアの銀行家であるアンソニー・ J ・ドレクセルと提携し、 ドレクセル・モルガンカンパニーを設立した。ドレクセルが1893年に指揮をした後、1895年に JP モルガンカンパニー、現 JP モルガン・チェイスとなる。モルガンの権力志向はダイナミックな金融の競争において見られた。1869年、J グールドとジム・フィスクからアルバニーサスケ花鉄道の経営を奪取。 モルガンは株を引き受けるシンジケートを率いて、J. クックが独占していた政府の資金調達の役割を奪取。また、鉄道開発への投資に深く関わるようになる。1885年、モルガンはニューヨークウェストショアンドバッファロー鉄道を再建し、ニューヨークセントラル鉄道 NYC に貸し付けた。1886年にはフィラデルフィアレディング鉄道を 1888年には、チェサピークオハイオ鉄道 C&O を再建した。そしてジェームズ・ジェロームヒルと共に、グレート・ノーザン鉄道 GN の経営に深く関わっていく。1887年に仲裁通商法が成立した後、モルガンは1889年と1890年に鉄道会社の首脳を集めた会議を開き、 各鉄道会社が、新法に合わせた、営業活動を行うことと、公共的で、安価で、一定で、安定した運賃を維持するための協定を結んだ。この会議は競合する、鉄道会社同士のコミュニティとして機能し、20世紀、初頭の鉄道の大再編への道筋となるものでった。このような、モルガンの言った、経営困難に陥っている鉄道を再建させる。 手法は、モルガニゼーションと呼ばれた。モルガンは、事業の骨格とマネジメントを再編し、利益が出せるようにした。モルガンの銀行家としての名声は投資家たちの興味を、誘い、モルガンが手掛ける事業に目を向けさせた。こうしたトラスト形成の過程で、1901年には、エドワード・ヘンリー・ハリマンとの間で、シカゴ・バーリントン・アンドクイン・シー鉄道、 CB&Q の争奪戦が起こり、ノーザンパシフィックコーナーと呼ばれる株式の異常高騰を誘発した。これは1901年教皇へ発展した。なお、中国では1895年にカビ景況講師をアンドリュー・カーネギーやシティバンクと共同出資で設立した。1898年4月に関東観光館の鉄道敷設を清しより免許されたが、 1905年8月に取り消され、この時675万 US ドルの保証金を得た。1900年末までにアッコドック株の2、3がベルギー資本に買収されていた。1895年、1893年強行の影響でアメリカ合衆国財務省の保有していた金の海外への流出が続き、そこを突きかけた。シャーマン銀購入法により、 アメリカが事実上の金銀副本位制を取ったために、ヨーロッパにおいて、アメリカの有価証券に対する信用が落ち、ヨーロッパの資本家が金に変えてしまったのである。当時の民主党のグロワー、クリーブランドアメリカ合衆国大統領は、モルガンに、ウォール街の新ケーと、債券を引き受ける銀行団を組織し、財務省に6、500万ドルの金を調達する、要要請。 その半分はヨーロッパから調達し、財務省の1億ドルの再建の信用回復に使用されることとされた。このエピソードがヨーロッパ資本の引上げ傾向に歯止めをかけて財務省を救済したが、クリーブランドにダメージを与え、1896年の大統領選挙において、同じ民主党のウィリアム・ジェニング・ブライアンにより、激しい非難を浴びた。モルガンとウォール街の銀行家たちは、 共和党のウィリアム・マッキンリーに多額の寄付を行い、マッキンリーは同年と、県本位制を謳った1900年の大統領選で勝利した。マッキンリーは反トラスト法を発動させない、経済界にとっては都合のいい大統領であった。モルガンは、実設の鉄鋼トラストを形成してから、1907年強行の処理に主導的役割を演じた。 1910年11月、モルガンが所有するで連邦準備制度の設立に向けた秘密会議を主催した。そこには、ジョン・ロック・フェラー、ウィリアム・キッサム・バンダービルと、そしてバンカーズ・トラスト、現ドイツ銀行のベンジャミン・ストロングなどが出席した。1912年12月、モルガンは、プジョー委員会で証言した。委員会は、金融機関の首脳たちが、密かに結託し、 自らの公的信用を利用して複数の産業を支配下に置いていると考えていた。ファーストナショナル銀行とナショナルシティ銀行の取締役として JP モルガンカンパニーは222.45億ドルの資金があった。後に合衆国最高裁判所の裁判官となったルイス・ブランダイスはこの資産はミシシッピ側異性の22州の規模に匹敵するとした。 プジョー委員会は、インサイダー取引や取引書ぐるみの株価操作が日常化しているウォール街の改革案として、有価証券リテールの連邦政府監視や株式公募のインベスターリレーションズを主張しが、第一次世界大戦が勃発して、改革は立ち消えとなってしまった。モルガンは、フェデラルスチールの創立に融資した後、カーネギースチール、 およびその多数社の製鉄企業を合併して、US スチールを設立。カーネギースチールの買収額は4億8700万ドルであった。この買収劇がメディアに届いたのは1901年1月半ばであった。同年、モルガンはいくつかの鉄鋼会社を統合し、US スチールを設立した。US スチールは世界初の10億ドル企業となり、 株式の時価総額は14億ドルとなった。US スチールは輸送経費、生産経費の削減と配当の増大等を両立させ、生産性の拡大を目指した。これはまた、アメリカの製鉄が国際的な市場において、イギリスとドイツを打ちまかすための計画であった。US スチールは、初代社長のチャールズ・シュワブラにより、グローバリゼーションのために必要だと主張された。 US スチールはアメリカンブリッジやアメリカンスチールワイヤーなどの企業を参加に収め、鉄鋼生産だけでなく協業製作、造船、鉄道車両やレールの製造、ワイヤー、釘その他の生産においても他を圧倒しようとしており、シュワブは1901年には鉄鋼生産の3分の2を占めた US スチールのシェアはすぐに75%にまでなると信じていた。 批評家たちは、US スチールをトラストだと考えていた。しかしながら、1901年以降、シェアは落ち込んだ。シュワブ自身が、自らの予測を覆す役割を演じたのである。すなわち、US スチールは、巨大に過ぎた。シュワブは1903年に US スチールを辞し、ベスレヘムスチール、ゲンミタルスチールを設立。建設現場で使用される。 HK 校を開発するなどしてアメリカ国内のシェアでは第2位となったのでる。1900年までに JP モルガンカンパニーは世界で最も力のある金融会社となり、とりわけ再編、再建と統合を手掛けることで知られた。その頃、モルガンはおパートナーとした。JP モルガンカンパニーはフィラデルフィアのドレクセルカンパニーをはじめ、パリの ロンドンのと密接な関係を持ち続けた。モルガン・ハージェスカンパニーは、もともとがドレクセルとジョン・ハージェスの事業であった。パナマ運河をめぐり、合衆国は利権を買うために、フランスへ5000万ドル支払った。この金を二人が苦面した。しかしドレクセルが死んで、事業はモルガンの名を冠した。JS モルガンカンパニーへは、1904年にが、 共同経営者として参加した。5年後、彼の地位を反映させるために改名した。このモルガン・グレンフェル銀行は、ドイツ銀行に買収されて、ドイチェ・モルガン・グレンフェル銀行となった。モルガンは、東部、西部ともに、鉄道網に深く関わっていたが、その頃、アメリカ西部の貨物は、鉄道で、東海岸に運ばれ、イギリスの海運会社などにより、ヨーロッパに運ばれていた。 大西洋の航路は、モルガニゼーション以前の鉄道業界と同じく、運賃の値下げ競争が激しく、業界が疲弊していた。陸上輸送、鉄道を支配していたモルガンは、海上輸送を他人の手に委ねておく手はないとし、海運業界の統合、支配を拡作した。これにより、アメリカ西部の貨物を、モルガンの息のかかった運送会社のみを経由して、 ヨーロッパに届けることできるようになった。1902年、JP モルガンカンパニーは、大西洋の海運の統合を目指し、モンテズンラインやイギリスの海運会社を買収、国際海運商事、イムを設立した。イムは、ホワイトスターラインの親会社であり、タイタニックを建造、就航させたことで知られる。ハッパックロイドと協力して、キュナードラインと激しい競争を展開した。 1878年12月31日、ドレクセルカンパニーは、トーマス・エジソンと契約した。モルガン・キモイリノと、企業弁護士のも同日に受託者として署名した。契約により、ドレクセルカンパニーは5年間エジソンの特許を保護することになり、見返りに特許権のあらゆる処分を受託者へ指示できることになった。 この期間内であった1882年7月、カンピニー・コンタメンテイル・エディソン、そうしてエラクトリック・エディソン、そうしてアンド・ストトリエル・エ・カマーシアル・エディソン、フランスのエディソン系列3社から、ほどなくアイグを設立するラーテナウが、エディソンの特許を買った。一方、ドレクセル・アンド・カンパニーは、エディソンのイークへ驚愕を投じた。イークは1882年当初電気料金を徴収せず、 翌年の四半期に買い続けて1万2000ドル以上の損失を出して、通年でも赤字を計上した。イークは、資金難に直面、発行株式が投資家に敬遠されたのを受けて、保証新時計ト団を作った。そして引き受け参加者に、イーク株式の相当割合を無償で発行することにた。ドレクセルカンパニーは師団の中心となったのである。 1892年、モルガンはエジソン・ゼネラル・エレクトリックとトムソン・ヒューストン・エレクトリックを合併、ゼネラル・エレクトリックを誕生させた。こうして、モルガンの自邸は個人の家として初めて伝統が灯った。1900年、ニコラ・テスラの勧めでグリエル・モ・マルコーニの無線通信実験にの建設費を含めた15万ドルを融資した。条件は、 特許利益の半分。実験は、大西洋またにかけて行われた。マルコーニの無線はやがて世界を接見する。テスラは契約して、すぐに欲を出した。事業を無線送電に拡大したいというのである。しかしモルガンは契約違反と解釈した。融資が途絶えて1906年に、タワー廃業となった。また、この頃にモルガンは、AT&T と人的。 資本的関係を深めた。1902年、モルガンにとっては珍しいことであるが、他社の工人を廃した。当時、ロンドンの地下交通網において、地下鉄を掌握していたチャールズ・ヤークスとモルガンが勢力を争っており、モルガンは地下鉄と対抗するための地下道路建設に関して、議会の賛成を得るための努力を起としていたが、ヤークスが勝利した。モルガンは、この件に関して、 知り得る限り史上最悪の卑劣な暴議だとコメントしている。モルガンは二度銀行の敵に襲われた。一度目はモルガンが金の買い付けで連邦財務省を援助している間、二度目はニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道 NH の制約火事である。財務省を援助している間というのは、モルガンが金を買い戻し、アメリカの信用を回復した時である。 1893年恐慌が長引く農村地帯では金銀副本位制を歓迎していた。金本位制であれば通貨の供給量には限度があるために不況は長引き農民は苦しむことになるが金銀副本位制であれば通貨の供給量を増大させることができインフレーションが起こり農産物価格も上昇する。ところがモルガンをはじめとしたシンジケートが 金本位制を定着させたとして、モルガンらは憎まれ、役となってしまった。NH の問題というのは、ニューイングランド南部の交通網に、モルガニゼーションを実施したために起こった問題である。問題は、さらに二つあり、一つは、NH が、その後、多くの事故を起こしたこと、もう一つは、トラストを目の敵とする、ルイス・ブランダイスの関心を引き、 モルガンの指揮を早めたとも言われるプジョー委員会、金融、通貨委員会内の省委員会の介入を招いたことである公設参照。NH は設立時にモルガンの祖父が出資をしていたという経緯があり、モルガンが経営を握っていた。1903年には社長にチャールズ・サンガー・メレンを指名し、ニューイングランド州におけるモルガニゼーションに着手。鉄道、帰線、 路面電車などの交通機関に不縁し、ニューイングランドの交通機関の独占を図った。その手法は、利益の全く出ていない、競合他社までをも巨額で買収するもので、その費用がかさみ、従業員は必要以上に増加した。さらに一部には近代化を施す費用もかかった。モルガン自身はその費用を調達するための車載等の発行手数料を100万ドルも得ていたほか、 株主への配当は、高配当であった。モルガンの後ろ盾があるため、超有料株でもあった。しかし、経営状態は、惨憺たる状態であった。前述の費用を賄うために、従業員の解雇や賃下げ、補選の間引きなどが行われた。そのために、鉄道事故が立て続けに起こってしまった。メレンが社長を去り、モルガンが成居した後までも、 多数の死亡者が出る事故が続いた。こうした状況を見た、ブランダイスは、企業と銀行の関係を、公共の利益に反するものとして、目ざとく追求していくこととなった。1861年に、アメリアスタージス、アメリアスタージェス、愛称、ミミ、1835年から1862年と、結婚。結婚前から肺病を患っており、 結婚の翌年、ミミは聖居。1865年5月31日、フランセス・ルイーザ・トレイシー、フラス・ルイーザ・トラシー、愛称ファニー、1842年から1924年と再婚し、4人の子供を設けた。ファニーとの結婚生活は早くに破綻し、モルガンは、老齢となってなお数々の浮き名を流し続けた。4人の子供は、以下の通りである。 モルガンのおじにあたるジェームズ・ピア・ポンドは有名な作曲家で、ジング・レベルの作曲者としても知られる。老いのジョージ・デニソン・モルガンは、モルガンをユキと、あだなされる、加藤をユキと決した。モルガンは葉巻き、とりわけ葉花が好きで、日に一段すほども喫煙した。モルガンの自宅は、マディソン通りにあり、ニューヨークで初の伝統を備えた、個人住宅であった。 彼の新たなテクノロジーへの興味は、1878年に、トーマス・エジソンのエジソン伝統会社への融資化も見て、取れる。また、ニューヨーク州グレンコーブのイースタンアイランドを所有し、そこに別荘を持っていた。モルガンは、熱狂的なヨットファンとして、いろいろなサイズのヨットを所有していた。この場合のヨットは、大型で豪華なレジャーのための船である。 維持費を気にするような人間には、ヨットは買えないという言はよく知られている。このヨットは、経済界の機密会議に使われることもあれば、私的な女性関係に使われることもあった。また、モルガンは、タイタニックの実質的なオーナーであったため、初公開に乗船する予定であった。しかし、その直前になってキャンセル。タイタニックは、ホワイトスターラインが保有し、 運行したものであるが、モルガン専用の特別室とプロムナードデッキがあった。1913年3月31日、モルガンは旅行先のローマグランドホテルで就寝中に死去した。76歳の誕生日の直前であった。50歳代から医者に不摂生をたしなめられ、生命保険の加入を求められないほどであったが、晩年でもなお葉巻を吸い、退職感であった。 モルガンに連なる人々は、不条委員会からの攻めによる精神的疲労が死因であると主張したが、現実の健康面はそのような状態であった。モルガンの死に当たり4000を超す長寿が寄せられ、ウォール街は半旗を経営をした。モルガンの遺体がウォール街を通過する間、株式市場は2時間閉鎖された。死去時、モルガンの資産は6830万ドルであった。 今日の貨幣価値では13億9000万ドルに当たる金額であった。そのうち3000万ドルは株券としてニューヨークフィラデルフィア銀行に行った。また芸術品のコレクションの価値は5000万ドルに上った。おおよそ庶民の感覚からかけ離れた金額の遺産ではあるが、カーネギーに言わせると彼が思ったほど金持ちではなかったという。カーネギーや ハリマンラの足元にも及ばない金額であった。モルガンの遺体は彼の生誕の地であるコネチカット州ハートフォードのセダーヒル墓地に埋葬された。モルガンは書物、絵画、時計などの芸術作品の著名なコレクターであった。その多くはニューヨークのメトロポリタン美術館に帰宅、あるいは贈呈されている。 モルガンはそのメトロポリタン美術館の設立に深く関わり、館長を務めた時期もあった。また、彼のロンドンの邸宅や、マディソン王通り三十六番街にある彼のプライベート文庫に保管されているものもある。モルガンの息子、ジャックは父を記念して1924年に、モルガンライブラリーを公共化。モルガンの私的な司書であった、ベラダコスタグリーン。 初代の館長とした。モルガンは多くの画家により肖像画を描かれていた。特筆すべきはペルー人のカルロス・バッカ・フローやスイス生まれのアメリカ人アドルフォ・ミュラーアウリらも描いていること。アドルフォはまたモルガンが愛した孫マーベル・サター・リーとの肖像画も描いている。この絵はマーベルの家の前でイーゼルにかけられたまま置いてあったが、ある時失われてしまった。 20世紀になる頃には、モルガンはアメリカで最も重要な宝石や原石のコレクターとなっていた。その数は千を越した。初めてのコレクションは、ティファニーのもので、ティファニーのチーフ宝石鑑定家にして、宝石学の王や、ジョージ・フレデリック・クンツがそれをセットした。このコレクションは、パリ・バンク博覧会にて公開されたもので二つの、金賞を受け、一般見学者だけでなく、 学者や宝石関係者からも注目されたものであった。クンツは続けて第二のさらに上質のコレクションを作り上げ、パリ万国博覧会に出展した。これらはニューヨークのアメリカ自然史博物館に寄贈され、モルガン・ティファニーと呼ばれている。他にもモルガン・ビーメント・コレクションと呼ばれるものも展示されている。1911年、クンツは新たに発見された宝石を、 モルガンにちなんで、モルガナイトと命名した。モルガンは、アメリカ自然史博物館の講演者でもあるほか、上述のメトロポリタン美術館、グロトンスクール、ハーバード大学、特に、ハーバードメディカルスクール、トリニティカレッジ、ニューヨークの参加委員、ニューヨークの職業訓練学校などの講演者でも、あった。モルガンはまた、写真家のエドワード・カー,アーティスのパトロンでもあった。 1906年には7万5000ドルでネイティブアメリカンシリーズを発注している。カーティスは結局20巻に及ぶ大作、北アメリカインディアンを観光した。カーティスは映画も撮影し、1914年にはインザランド・オブ・ザ・ヘッド・ハンターズ、首狩り族の大地を完成させた。これは1974年に修復され、インザランド・オブ・ザ・ウォーカヌー。 戦闘カヌーの第一として公開された。また、1911年には、自らの写真とヘンリー・カイ・ギルバートの音楽を組み合わせた、幻冬期によるスライドショー、インディアン・ピクチャー・オペラを完成させた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。